ふるさと納税の業務で不適正な事務処理が見つかった洲本市で上崎市長は百条委員会の調査報告書などの内容を受け刑事告訴したことを明らかにしました百条委員会の調査報告書では魅力創生課の元課長が市が発行する商品券を持ち出してパソコンを購入したなどとして市に対し元課長らを刑事告訴することを求めていました 今日の議会で上崎市長は、不適切なパソコンの取得は公益通報も受けていた。市独自の調査結果でも明らかに不正で違法として、今月3日に刑事告訴したことを明らかにしました。県警は業務上横領と詐欺の疑いで、元課長らに対する告訴状を受理しているということです。